優勝しました。乾杯の温度を測らせてもらいます。いきます。2度乾杯。今の分かんなかった？乾杯の温度って言うから乾杯の温度は2度だよってこと。昨夜神戸市内のホテルでヴィッセル神戸の祝勝会が行われ、選手たちは寒空の下ビールを掛け合い、リーグ連覇の喜びを分かち合いました。大迫さん、すみません、神戸サンテレビです。一応かけときます。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。大迫さんにかけていただけるビール最高です。連覇の今の気持ちどうですか？最高ですね、やっぱり、はい、去年とはまた違った感情が、はい、分かりました。僕らがこうやってタイトル取ることで神戸の街が盛り上がってくれたので、はい、すごく嬉しく思いますし、まだ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 ここで終わりじゃないので続けていきたいなと思います。追われる立場での連覇、これもかなり苦しかったんじゃないですか？いや、本当にいろんなチームが対策してきましたし、まあ、険しい道のりでしたけど、まあ、最後こうやって一つになって優勝できて本当に嬉しく思います。今日もナイスセーブでしたね。はい、仕事できました。連覇のビールかけの味はどうですか？美味しいです。地元の兵庫県が盛り上がってます。いかがですか？いや、もう今日のスタジアムもそうですけど、もうめっちゃ盛り上がってて、はい、皆さん本当素晴らしい雰囲気作ってくださって、うん、ありがとうございます。来年からキャプテンという重責ですが、はい、いや、もう責任重大なんで、もっともっと成長して戦っていきたいと思います。これからもヴィッセル神戸お願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。連覇ありがとうございます。改めて今シーズン振り返っていかがですか？いやー、本当に苦しい時期もあったんですけど、最後まで諦めず、まあ、戦った結果が今日につながったと思いますし、はい、継続して、シーズン戦えたことが、まあ、チームの強みになったのかなと思います。シーズン序盤のあたりは少し苦しい時があったと思いますけれども、はい、そのあたり振り返っていかがですか？最高でした。最高でした。はい、今の気持ち改めて教えてください。最高でした。最高でした。ありがとうございました。今シーズン天皇杯と合わせて2冠を達成したヴィッセル神戸。吉田貴之監督は戦い抜いた選手たちへの感謝を語りました。少しでもね、地域の皆さんにね、勇気を与えればと思ったんですけど、もう本当選手たちが、もう選手とスタッフみんながよくやってくれました。